ですね。何か特別な日ですか？ニュランダル様、お茶をどうぞ。これはラベンダーティーですか？はい、ラベンダーティーはストレスを和らげて眠りを促す効果がありますので、夜にぴったりかと。修理担当の方によると、電力の復旧までまだ少しかかるそうです。リタ、手は大丈夫ですか？ご心配には及びません、ユランダル様。先ほどの蹴りで怪我などしていませんよ。今後停電した時は私を待たなくて大丈夫です。傷つけたくありません。気をつけます、デュランダル様。悪くありません。少し甘かったのは蜂蜜を入れてあるからでしょうか？手作業で取った木宿蜂蜜です。ほのかな香りとさっぱりとした甘さが特徴です。リタの入れたお茶はいつも美味しいですね。お褒めに預かり光栄です。なんだか今夜の星空は想像していたよりも明るい気がします。災い転じて福となすというところでしょうか。停電がきっかけで地面の明かりがなくなり、星の光が鮮明になっています。天命本部が停電するなんて意外ですね。ええ、数年ここで過ごしてきましたが、今日が初めてです。こういう体験もたまにはいいですね。停電がなければこうしてお話しする機会もありませんでした。こうして話すのは久しぶりな気がします。前回は確かスタンを飼い始めたばかりの頃でしたね。いつの間にかこんなに時間が過ぎていました。それに年末が近づくにつれ任務も多くなり、座って話す時間が少なくなってきています。デュランダル様は今年も頑張りましたね。いいえ、まだです。できることはまだいろいろ。今年がこうして終わるのは残念です。では新たな一年は今年できなかったことを一緒にしていきましょう。はい、新しい一年、崩壊をこの世界から徹底的に駆逐できますように。それはデュランダル様の新年の願いでしょうか？そうかもしれません。では、ヴァルキリー・デュランダルの願い事はこれでおしまい。この先は少女ビアンカが願い事を言うお時間ですね。はい？少々お待ちください、デュランダル様。いいえ、ビアンカ様。
リタ。ビアンカ様、お誕生日おめでとうございます。誕生日？正確に言いますと1月1日、ビアンカ様の誕生日まであと1分15秒ですが。それは適当に書いた日付です。わざわざ祝う必要はありません。日付はさほど大事ではありません。誕生日を祝う儀式、それ自体に特別な意味があります。1年間成長した記念、もしくは未来への願いは、この日を特別な日とし、新たなスタートラインにするのです。ですので適当に記入した誕生日でもお祝いする価値があります。ろうそくに向けて願い事を。よくできました。ではだけでしたら問題はないはずです。甘いものを食べるとドーパミンが分泌され、眠くなくなります。しかしラベンダーティーは緊張を和らげ、眠りを促す効果があります。リタはそこまで考えてくれていたんですね。お味はいかがでしょうか。悪くありません。気に入っていただけたようで何よりです。残りのケーキを冷蔵庫にしまいますので少しお待ちください。待って、リタ。どうしましたか、ビアンカ様。もう少しここにいてください。かしこまりました、ビアンカ様。それと、今度はケーキを用意しないでください。はい。今度は新たなサプライズをご用意いたします。